殺人罪なんだよ、我々の業務止めたらあんたどうなるか分かるか。分かりますよ。だから刑事告発してくれてもいいんです。刑事告発どころの話じゃないんだよ。今殺人行われてるところに通知に行くんだって。殺人罪で責任持ってる、責任取れますかあなた。だから刑事告発してくれればいいっておっしゃってるじゃないですか。刑事告発どころ今現場どうやってんだっつってんだよ。今撃ってんだろ。今撃ってますよ。死ぬんだぞって止めに来てんの。お前殺人幇助なんだぞ。なんで止めれるんだお前は。何も分かってないくせに。内容分かってないのよ。なんで片山さん110番して。もっといいよ。早く呼べ。早く呼んで。警察早く呼んで。警察早く呼んで。警察呼んで。大和キュートも言うもんだけども、菊池と申します。あなた何やってるか分かってますか。コロナの成分知ってます。大和キューです。ワクチンの成分知ってますか。ちょっと勝手に取らないでもらっていいですか。世界で子供を救う17億の団体だっつうの。あんた名前なんつうの。名前なんていうの。ちょっと勝手に取らないでくださいよ。調査権がありますから。嫁に来てんだから。名前はなんで取られたら困るんですか。なんで取られたら困る。なんで困る。正しいことしてるんですよね。なぜ勝手に取らないでしょ。なぜ正しいことしてるんだよね。取られて恥ずかしいことしてるんですか。業務妨害しないでください。恥ずかしくない。業務妨害。殺人の業務妨害とも何の話だお前。ねえ。逃げてるってことですよ先生。分かってるんですか。名前は先生の名前ちょっと言いなさい。あなた責任者でしょ。ワクチン打ってる責任者。すいません静かにしてもらってもいいですか。できません。名前は会場の中入んないでもらっていいですか。お前殺人罪じゃないって言うんだ。これ読んどかよ。殺人罪で逮捕されたから。それは逮捕されてから話聞きますんで、もうお一人ください。その前に最終通告に来てんだよ。最終、それは分かりました、はい、今すぐやめなさい。なんつうの名前は。先生どこの病院のなんていう先生ですか。教えてください。なんで自分の名前言えないんですか。おかしいじゃないの。いくらもらってるんですか。お金。金のためにあんたやってんでしょ。だから逃げてるんですよね今。どこの医者ですかあなたは。大病院。なんで言えないの。おかしいじゃないの。あなた自身打ってるのワクチン。ちなみに私は打ってません。個人の自由ですから。あなた打ってますか。すごい邪魔なんですよ。邪魔してるからです。邪魔してるから。あなたはワクチン打ってるかどうかって聞いてるんですよ。なんで。